本シンポジウムでは1960年に締結されて以来50年もの間一度も改定されない日米地位協定の在り方をはじめ、米軍基地問題、基地で働く労働者の保護の課題など本日の討論を通じて理解を深めていただき、今後2004年に確認をいたしました連合の日米地位協定の抜本見直し案の早期実現を目指した運動につなげていきたいと考えております。どうぞ最後までよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。事務局長ありがとうございました。今日もこの地位協定のこの抜本改定でありますけど、なぜ地位協定は改正ではなくて改定と皆さんが使われているのかというところであります。改定と改正では全く違います。改正というのは正す方でありますけど、改定というのはある意味では定め直すことであります。今ある地位協定を部分的に修正するだけではもはやもう間に合わないという、抜本的に作り直していくことが必要ではないかというところでは、このまさに改定という言葉が非常に重い意味を持つかと思っています。まず地位協定の問題への視点です。なぜこの地位協定問題が大事かというところであります。そして何が問題かというと、一つは地位協定そのものの持っている不備であります。例えば作られたのが50年代の行政協定が最初ですから、この時なかったもので今あるものは環境問題というのがあります。川がですね、燃えていると。なぜ燃えるんだと辿っていくと、フェンスの内側にその源流がある。その源流では実はジェット燃料が漏れていた。それが川に流れて、そして火がついて川が燃える、あるいは井戸が燃えるという事態が起こる。しかしそれを調べようにもフェンスの内側に入ることができない、こういう環境問題についての不備をどうするかということが一つ、象徴的なものでありますけれども、不完全な協定が今も残っているということであります。それからもう一つは、地位協定そのものが決めているにもかかわらず守られていないものが山ほどあります。例えば潜水艦のですね、浮上警戒義務というのがあります。その潜水艦は領海内に入ってくるときには必ず浮上して旗を上げて、いわゆる攻撃の意図がないという無害通行であることを示さなければならないんですけれども、これは中国がこの間その沖縄近海にですね、入って旗を上げて航行しているということが問題にされましたけれども、あれは国際法上領海内であっても旗を上げてですね、浮上して航行すれば敵はないということで航行が認められているということでありますけれども、それは問題にされましたけれども、潜ったままですね、入ってきて旗も立てずに、そして領海内に入ってきていきなり浮上して接岸をしてもこれが問題にならない、これがまさに問題であります。それからそのもう一つ、協定が守られていないということになるとですね、何度も起こっています。嘉手納基地や普天間基地ではですね、爆音訴訟が起きます。本来はその被害を与えている米軍が払わなきゃいけない保証金をですね、実はとりあえず日本政府払っといてくれということで払わして、それを踏み倒していたことも明らかになりました。6割か7割をアメリカ側が払わなきゃいけないんですけども、10億円ぐらいのうち7億円ぐらいはアメリカが払わなきゃいけないものをですね、実はこれも踏み倒していたことがこの調査の中で明らかになりました。黙っていると日本政府はお金を払ってもそれを取り立てもできない日米関係であります。簡単にそれぞれの立場からこの日米地位協定の問題点を整理をした上でですね、じゃあ具体的にどういうふうに改定をしていくのか、これを第二のテーマといたしたいと思っています。で、一つ申し上げたいのは、鳩山前総理は一貫してですね、この常時駐留なき日米安保は諦めていないという発言をしているんです。で、ここはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、これは全くぶれておりません。で、その上で何を言ってたかっていうと、北東アジアの共同体っていうことを言っておりました。つまりどういうことかっていうと、日米同盟という二国間の同盟を、今で言えば EU が持っているような、いわば多国間の安全保障の役割に変えていこうということを一貫して主張しておりました。日米安保条約のもとにこの地位協定がまずあるということですよね。木に例えると幹は安保条約、地位協定は枝葉なんですね。
そうすると米軍基地が極端に言い方するとこの日本というあの国土からなくなれば地位協定そのものもいらないと、こういう理屈になるということはまずもって、申し上げておきたい。そういうことを60年安保前に沖縄に駐留、海兵隊基地を移住させた。そして60年安保後は本土における米軍基地はだいぶ縮小されてきた、沖縄は増えてきたと。私どもはの雇用主は、防衛省です、国です。そして、基地で実際の監督指令をするのは使用主である米軍であります。例えば南対交渉は我々は、防衛省とやります。南対交渉で大筋合意するとしますけれども、労働条件等について、しかしこれは後ほど説明しますけれども、米側の文書による同意なくしては、実行できません。まあ、こういうことになっておりますので、いわば実効性の持った労使関係というのはなかなか構築ができないというのが実態でございます。今まで言ってきた2008年の3月7日の三島合意、これは私は改定ではなくて改正だと思うんですね。その後のですね、同じ年の7月の8日民主党で出した沖縄ビジョン、これにはですね、改定、本当に抜本的に変えていこうという意欲が見られると思うんですね。それは何かっていうと、この二国間のものから多国間のものにしていく、それを地位協定に直したら一体何になるのか。私はある程度これは個人的な意見なんですが、日米地位協定ではなくて国連地位協定だと。三条の基地に関する措置という部分の中で、合衆国軍隊の演習訓練施設整備等の諸活動の実施に対して航空法等の日本国内法を適用する旨を明記をすることと、こういうことをですね、ここは明確に言ってますから、先ほども申し上げました、さまざまな個々のケースについては触れませんが、まさに地位協定の中で、国内法が適用されていないのというのが沖縄だけじゃなくして、青森の三沢の基地、あるいは横須賀とか長崎佐世保等々においても、この地位協定の問題がこの改定というのは連合の方針になっているということをぜひお読み取りいただきたい。今でこそ安全対策が重要だということで、防衛省も安全対策室を庁内に作って一生懸命取り組んでますけれども、まずここを何とかしない限りはですね、現場をしっかり把握できない限りは私は十分なものができないという意味も含めてですね、死亡事故こそ少ないんですが、休業を要する事故は多い方でございますので、ぜひこの安全衛生という観点から言いますと、この第3条の改定が必要だと。地位協定の改定はなぜ必要かというと、これはある意味本来なら除去しなければいけないがんに侵されている我々沖縄が、しかしそれを取り除くことができない、で痛みがすごくひどい、この痛みをどう止めるかと、とりあえず体力が回復するまでの間、手術ができるまでの間、痛みを抑えるという鎮痛剤の役割、それが地位協定の改定に過ぎないということをまず言わなければならないと思います。抜本的には基地を撤去することしかないんです。それは日本という国が占領政策の延長線上として基地を受け入れて、まあ、受け入れさせられていること、その占領の残滓をですね、どう取り除くかという抜本的な問題を問うているということであります。大きな方向性としては、やっぱりこの二国間の同盟関係から脱皮をして、他国間による地域的な支え合う安全保障という方向に今向かわないと、方向性を今出さないと、どんなに遠く見えても、そもそも民主党が15年前に言った常時駐留なき日米安保っていうものが、ね、日米協定を改正改正ってやってるうちは私は無理だと思うんですね。ですから今私はこの普天間の問題でもうみんな興味を持ってますよね。今こそ私はこういう方向に一歩踏み出す大きなチャンスだと思っております。今後連合がもちろんこういうシンポジウム学習会をして、お互い地位協定とは何なのか、そして学ぶこと知ることが大切でありますけれども、さらに一歩進めて連合が国民運動をリードしていく。今犬塚先生おっしゃったように、まさに民主党もですね、
この時期に、今の時期に方向性を示さなきゃならんと、こういうことをおっしゃいましたから、まさに今の民主党政権の中で、お互い連合が大きなうねりを作って、地位協定の抜本見直しについては、ぜひ一歩でも二歩でも進めていく、こういう時期に僕は来ていると思う。私どもは、雇用のために米軍基地を残せだとか、拡大しろという方針は立てておりませんし、持っていません。立てたこともありません。解雇、人選、この歴史でございます。これはそれが前兆の歴史でございます。したがいまして、基本政策なり、それに基づく安保政策をどうするかということは、ともかくといたしまして、私どもは最終的には、中従軍労働者の雇用をどうしてもらえるのかな、どうすべきなのかなというところに落ち着きます。米軍基地内において、資格を取って米軍基地がなくなっても働けるような、そういうものを、準備しておくということはもちろん大切でございます。しかし私どもの、米軍基地というのは、地方に点在しています。雇用が非常に機会が少ないところでございまして、そういう意味ではそういう全体的な産業政策なり社会政策なり、あるいは雇用政策というところと合わせて雇用確保問題を語らないと、単なるアドバルに終わってしまうのではないかという危惧をしております。あの年1回のこういうシンポジウムじゃなくて、もう少しあの期間で議論をスタートさせていくということを最後のまとめとさせていただきまして、取り留めない進行で、皆さんには迷惑かけたかも分かりませんが、これでパネル討論の方を終わりたいというふうに思います。ありがとうございました。1960年に締結され、50年間一度も改定されていない日米地位協定の抜本改定を柱に、次の事項の速やかなる実現を強く求める。 1. 事件事故をはじめ、騒音環境など地域生活に多大な影響を与えている米軍基地の整理縮小を促進すること。 2. 環境保全、刑事裁判権、地方自治体の関与の仕組み、基地労働者の雇用、労働者保護など、連合要求に基づき、日米地位協定の抜本改定を行うこと。3. 米軍人、軍属の徹底した綱紀粛正を図り、人権教育を含む再発防止策に万全を期すこと。以上、アピールとする。日米地位協定抜本改定を求め、頑張ろう！頑張ろう！頑張ろう！